日本百名城ナンバー59、兵庫県姫路市にある姫路城。姫路城の始まりは諸説あり、1346年に赤松貞則が姫山の城と呼ばれるお城を築いていたという。戦国時代には小寺氏に仕える黒田重隆が城代としてお城を任され、後に重隆の孫の黒田官兵衛が城主になっている。そして織田信長が播磨へと勢力を伸ばしてくると豊臣秀吉が派遣された。黒田官兵衛はいち早く秀吉に味方して姫路城を秀吉に献上。秀吉は天守や石垣を築いて姫路城を改修していた。姫路城を現在の形にしたのは1600年の関ヶ原の戦いの後に城主になった池田輝政。輝政は9年の歳月をかけて天守群や石垣、城門などを築いて大改修している。江戸時代、姫路城は幕府に重要視されたお城で、徳川四天王につながる本田、榊原、酒屋、松平氏など実力者が城主になっていた。また跡取りがまだ年少だった場合、強制的に他のお城へ移されていた。重要な姫路城で城主を務めるには城主としての経験を積んでいないとダメだった。そのため姫路城では城主の交代が頻繁にあり、32人が城主になっていた。この人数は平均の2倍だった。現在の城跡は世界遺産、国の特別史跡になり、国宝の天守群をはじめ多くの櫓や城門、塀などが現存している。また防御の工夫として迷路のように複雑な通路にしていることも姫路城の特徴の一つだ。